じゃあ、最後に、まあ、楽しいなって終わる感じで、プロとして一番幸せだなと思った瞬間？何やろな。何がありますかね。まあ、でも、演奏、一番うまくいった時が、毎回毎回、最高に幸せな時ありますけどね。お客さんに伝わってなくても。うん、ただ幸せだっていうものの定義によっても変わるよね。その、嬉しかったっていうことが幸せだって言ったら、うん、それだけ。栄誉なことがあったって言ったら、そういう幸せ。そんな幸せの瞬間、ハイライトっていう。まあ、でもやっぱり僕ら音楽、めっちゃうまいこと言った時って、誰に何言われても、あれですもんね、こう、なんかこう自分がうまくできたなと思って、他人はそう思ってなかったとしても、最高に気持ちよかった時には、別に何言われても平気じゃないですか。結構、逆になんかこう、さっきの話しちゃうけど、こう、様子伺いながらとにかく仕事終わって、ノーミスで行ったけど、演奏終わった後に、そう、よかったっすよって言われた時に超複雑っすよね、あれ。まあ、あるよ。うん。あるよ。うん、あ、でもなんか、あります。今思い出しましたけど、やっぱ、なんでジャズとかやってんのとか言われるのはカチンときますね。あれだけはちょっと、なんか、許せなかったな、っていうか。なんか、ポップスの方が稼げるんでしょ。なんでポップスやらない。まあ、それはよく言われる。うん。だからなんか、その人にとっては、なんかその価値基準がやっぱ稼げる稼げないだけで、そうですね。うん。まあでもそういう人とはやっぱ何話しても平行線やから、しゃあないっすよね。ね、まあ。価値が全然ちゃうからね。そうですね、うん。まあ、ジャズってやっぱでもほんまに敷居高いし、うん、自分たちがもう自己満足って言われたらそれでしゃあないとかちょっとある。ある、ね、うん。それ分かった上でやってるから稼げないとかないとか。まあまあまあ、そうっすね。うん、まあまあ、もちろん稼げればいい。いいよね。もちろん。もちろん稼げればいい。それ、すごく幸せだなっていう瞬間はあるかも。まあ、そんな、バカ稼ぎしなくてもね、そうですね、うん、好きなバンドやれて、なんか、うん、なんか、たまにね、3人でラトゥール飲めたらええよね。確かに。なんか、大人なこと言ってない。なんか、さすがですね。でもなんか、自分的には、なんかその、前ちょっとりょうにも言ったんやけど、なんかその、なんかこう、自分が生活する分にはいいんやけど、最近ちょっとやっぱ夢があって、ジャズフェスをやりたいな、みたいなのが、うんうん、資金稼ぐために一生懸命やってるんですけど、うん。やっぱり、音楽を見てる視点がまた違うんですよ。いやー、ほんと素晴らしいですよ。うん。なんかこう、ジャズを、こんなにね、こう、日本にもいっぱいこう、ドラマーでもこうやってこう、僕も尊敬する人もいっぱいいるし、もうもちろん、なんかこう、他のミュージシャンもいっぱいいてね、で、なんかもっとマネタイズできんちゃうのっていうところがね。マネタイズだけじゃなくて、お客さんがそれに価値を感じて1万円払ってくれるっていうようなものを作りたいとは思うんですよ。安売りじゃなくて、やっぱり難しいもんやし、やっぱりこう価値の高いもんやから、高くてもちゃんと売れて、価値のあるもんやと思っていただきたいなっていうムーブメントは作りたいと思ってて、まあそれを人の金でやってて今まで成功した試しがないんで、ああ。これジャズ分かんない人がお金出すでしょ？そうすると、じゃ、わけの分からない方向に行くでしょ？そしたらこう、それやったら、もう自分で稼いで、そのお金で、もう自分のやりたいようにやらせてもらって、うん。多分僕はそれなりの賞賛があるので。素晴らしい。うん。絶対こう、日本のこう、ジャズ界が変わっていくような、やっぱり見せ方やと思うんで、そのさっき言ったみたいに、そのなんかわからんけどすごいねって思ってもらったら価値を感じてもらえるわけやし、ただその、やっぱりこう、なんか見せ方一つ、こういうことを感じれたらいいよねっていうのとか、こうきっかけ与えるだけでお客さんで変わると思うから、そういうところではちゃんと稼いでいきたいなっていうところはね。そうですね。やっぱ敷居が高いとはいえ、だからといって、それを、うまくこう、黒田さんが今言ったように、ブランディングして価値を高めていく作業であったり、なんかその敷居高いからお客さん来ないから、まあ今現状でこれでしゃあないよねって言ってしまうのはもう、ただの諦めでしかないじゃないですか。うん、だから、その中でもやっぱりそのできること
もちろんその、広げる努力しないとダメやし、うん、機会っていうのを増やすっていうのも絶対大事なんですが、うん、そういう考え方は本当に僕も、うん、持ち合わせているっていうか、素晴らしいと思います。うんね、はい。うん。じゃあ、この間ほんまドナリーの話に戻るけど、ドナリーのドラム、やっぱりこう、この間 YouTube でちょっと見ただけやけど、時間なくて。こんなドラマ日本におるんやろね。すごいよ。自分でピアノ弾いて、自分で弾いて。いや。大阪さんのことですよ。いや、もうこれをね、こういう、あれをただうまいなって思うだけじゃなくて、なんかもう一つ、ちょっと深掘りしたところで理解できる人がちょっと増えたら、マネタイズできると思うね。まあ、その入り口はやっぱり、何かしらの形で与えていかなきゃいけない。与えていかなきゃいけないっていう言い方が上から過ぎるんだけど。まあでも、多少はね。うん。共有していかなきゃいけない。まあ楽しいことできたらいいですよね。はい。いやー、すごい幸せだと思う。うん。ぜひ、またなんか3人でやりましょうね。また。やりましょう。はい。僕なんか、頑張ってお金稼ぎます。楽しかったよ。うん。ぜひぜひ、また。いやー、ありがとうございました。もうちょっとコロナ落ち着いたら、東京、僕セミナーちょいちょい行くんで、また飲みましょう。はい。はーい、やりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあまた。ありがとうございます。お疲れ様でした。楽しかったけど、疲れました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ、メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。